最後は G ツインズのお二人の登場です。ともにいい年のお二人ですが、夜な夜な市内のライブハウスに出没しては煙に巻いていくギターデュオです。このユニットの結成は今年でもう30年来の付き合いです。今回も皆さんを煙に巻いて帰っていく予定です。それでは G ツインズの皆さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、G ツインです。 ありがとうございます。私たち、歌がありません。BGM みたいな感じで聴いてください。ただ早速、ジャズテイストな感じでやらせていただきます。1曲目はオールドフォークスという曲です。よろしくお願いします。Thank you.
とうございました。退屈でなければあと何曲か聴いてもらってよろしいでしょうか。ちょっと、あ、いいですか。私たち二人は合わせて、100オーバーなんですけども、まあ、若い頃から長崎で、バンドをやらせていただいてるんですけど、名前言うなって言われてるんですけど、 M 山さんと言いますよろしくお願いします。私のジャズの先生です。で、私が、ワイナガと言います。よろしくお願いします。はい、ではですね、次は皆さん聞いたことあると思います。レイ・チャールズっていう方ですね。その方の名曲というか、もともとこの人の曲ではないんですけども、この人が歌って有名になったというジョージア・オン・マイ・マインドという曲をやらせていただきます。
とうございました。ちょっと譜面を入れ替えます。なんだジャズじゃねえんじゃねえかっていう風に思われてる方もいらっしゃると思いますので、少しジャズの入ったような感じのやつをやらせていただきます。まあ、歌がないのですね、 MC 話してもつまんないので、私の話なんかつまんないので早速演奏に入っていきます。これは、ジャズのスタンダードで枯葉っていう曲ですね。これは私が今挑戦中で、師匠に、いつもお叱りを受けながらやっている曲でございます。では会いましていただきます。枯葉です。全然違うんですけどね。もう全然もう今もう厳しい視線が私の方に来てるのがもう分かりましたので。ね、師匠、M山さん。本名を言わないでって今日は絶対言われたので、M山さんで通します。退屈じゃないですかね。大丈夫ですかね。あ、よかったです。で、次の曲がですね、実は非常に二人で
やるかやる前かって悩んだ曲なんですけども、クリスマスということでですね、このツリーの前でやらせていただくということで、ジャズのスタンダードでクリスマスソングという曲をやらせていただきます。なんか話すことはないですかってマイクはないですけどよろしいですか。クリスマスソングというやつをやらせていただきます。ちょっと危ういところあるかもしれないですけども、愛嬌ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。お楽しみいただいてますでしょ。一応、次はですね、最後の曲となりますので、誰もええって言わんでしょうか。
ですね、次はですね、ジャズではないんですけども、私も MMA 師匠もですね、大好きなジミー・ヘンドリックスというですね、知らんやろロック調なんですけども、一応生の音でですね、表現できればと思っています。リトルウィングっていう曲なんですけども、これはもう小さな羽って直訳なんですけども、詩の内容は怪しいのでですね、もう演奏だけでやらせていただきます。では最後の曲で、リトルウィングですね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ジーツインズでした。本名、前山守です。ありがとうございました。で、私、吉永博之です。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ジーツインズの皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。